使わない使わない使わない。うわ買わなきゃよかったダメだ全然思い浮かばないつかなつかなつかなつ。お疲れ様です。お疲れです。今撮影の合間ですか？はい。休憩してましたけど。何ですか？いきなり。何ですか？何ですか？何ですか？1万円じゃないですか？これで駄菓子屋行ってきていいと。これで駄菓子屋たくさん行ってきていいってことですか？じゃあ説明しますね。はい、まあ、1万円企画ということで、はい、1万円渡しするので、普段相馬さんがどんなことを好きなのかとか、今何にハマってるのかとか、何が欲しいのかみたいなのがちょっとまだ僕らスタッフも分かってなくてですね、はい、もう1万円渡しますと、はい、この部屋から出ずに、うん、この密閉された空間の中で好きに1万円を使ってください。どういうこと？もう俺速攻ネットで何か買いますよ。だからもうそれでいいです。だからネットでもいいし、お腹空いてたら Uber で美味しいもの食べてもいいし、それ何でもいいんですよ。だけど部屋から出ちゃダメ。部屋から出たらダメですよ。この密閉された会議室というか、この空間の中で1万円を使って好きに過ごしてください。ただし制限時間を設けるので、その時間内に最近例えばサーフィンのこれがいいんですよとか、ちょっとこの CD が欲しいんですよとか、ちょっとこの便利アイテムが今おすすめらしくてみたいなのをじゃんじゃんカートに入れてもらっていいので、1万円分好きに、せっかく一部も頑張ってるのでちょっとご褒美ということで。うわー嬉しい。でもこうなるともういきなりどうしていいか分かんなくなってきちゃう。制限時間じゃあ10分にします。10分じゃあもう俺は、まあ、分かりやすくね、アマゾンのカートに1万円入れてもいいですし、何してもいいので、もうそれしかないですよね。アマゾンのカートにペイペイに1万円入れますよ。じゃあそんな感じで企画に参りたいと思います。はい、ハッピーな企画ですね。キャップ系帽子とかに帽子にするのか、普段帽子とか被られます？よく被ります。もうほぼキャップですね。ちょっと丸めのキャップとか。僕は古着屋さんが多いです。本当にいろいろです。いろんなとこ行きます。オンラインで買い物とかはします？まだ今したことないです。意外としたことないです。Amazon とかグッドタウンとか使わないですか？使わないですね。だから今ちょっと初めてちょっと Amazon で服系を調べてます。多分綺麗系とか、綺麗系じゃないんですよ、ね、ストリート系なのかな。まあ多分まだそっち寄り。なかなか難しいとこですね、これ選ぶの。時間制限もありますからね。はい、もう今すげえ焦って、もう4分の1で終わりましたよ。えやばいやばいやばい、どうしよう、決めたい。この間は UV あのブルーライトカットのメガネを買ったんですよ、うん、意外とそういうのがやっぱ一番実用的なものが今服とか調べてるけど、そういう実用系で今必要なものなんかあった気がすると思って。匂い良くなるやつ何でしたっけ？ディフューザーいいですよね。なにこれ、いい匂いそう。あ、1万円だったらいいの買えるかもしれないですね。これめっちゃ良さそう。いいですね。写真は撮るのは好きですね。フィルムってやっぱ現像するまでの楽しみがあるがのがいいですよね。ソマさんのツイッターとかに上がってる写真とかもね、結構おしゃれな。そう、よく友達が撮ってくれるんで、時間が意外とどんどんやばいです。ダメだ、全然思い浮かばない。1万円あっても意外と欲しいって思うものが意外とないです。メルカリで見てようかな、フィルムカメラ。僕は小学校3年生2年生です。お父さんがやってて、その影響で始めたんですよ。おお、めっちゃかっこよさそうなフィルムカメラを見つけました。オリンパス。金額的にも買えそうですか？はい、カートに入れていただいて、これでこのフィルムカメラで
はい、あと約2000円です。2000円、何に使いましょう。あと2000円はクルーザーも快速ですけど、確かにクルーザーの匂いが分かんないのがまたちょっと怖いです。まあでもこの辺匂いって嗅いでみないと分かんない部分あるから、ね、ちょっとここまあちょっと諦めて勢いでこれに決めました。クラシックフローラル、うん、多分これ1時間何買うかずっと悩んでたと思います。まだ残り10秒ですね。9 8 7秒6 5秒前4 3 2 1。ということでタイムアップなのでここまでということですけれども、結局購入は何を買ったっていうことになりますか。フィルムカメラ8000円、はい、あとディフューザー2000円、はい、1万円。まさかね、急に1万円が降ってきて、はい、フィルムカメラとディフューザーまでゲットしたと。1万円持っていただいていいですか。はい、もうまあもう社会人ですけど、そんな社会って甘くないじゃないですか。全然甘くないです。そんな急に1万円もらえるのがないじゃないですか。はい、まさか YouTube で1万円急にもらえるのがないんですよ。ないんすか。ということでですね、はい、やっぱこういう時は運なんですよ。スタッフと書かれたカードと自腹と書かれたカード、うわ買わなきゃよかったいやもうそれはやっぱね、最後そもそもまあなりますよね。でもまあここを引くのが平原相馬なんではい、ここにですねカードが2枚重なってます。この上か下かでじゃあ選んでいただいていいですか。下で、下でいきますね。下をやったねやったね、これはこうやっぱ大人が絡んでるとこううまく進まないようになってるんですけど、それをうまく進むように当てちゃう僕はい、企画壊しですね。チャンネル内着が湧いてきましたよ。はい新卒のマイナス1万はでかいそうですね、本当に、はい、っていうことで、じゃあもう持ってる男は平原相馬ということで、はい、スタッフに負けませんでしたはいはい、っていう突撃されていきなり1万円ゲットしちゃって、フィルムカメラもゲットしちゃったってことで、僕は今もうすごいハッピーなんですけど、また次の動画も見てください。チャンネル登録と高評価とインスタグラムのチェックよろしくお願いします。また次回見てください。バイバーイ。